本作の中で言及されたジョン・エヴァレット・ミレーのオフィーリア、草枕は夏目漱石の小説。1906年に新小説に発表。名古温泉を舞台に作者、漱石の言う非人情の世界を描いた作品である。山地を登りながら、こう考えた。という一文に始まり、里市に働けば格が立つ。城に差をさせば流される。意地を通せば窮屈だ。 吐角に人の世は住みにくい。と続く冒頭部分が特に有名である。初期の名作と評価されている。日露戦争の頃、三十歳の洋画家である主人公が山中の温泉宿に宿泊する。やがて宿の若い奥様の波と知り合う。出戻りの彼女は彼に傍然たる、自他自と思わせる反面、今まで見た女のうちで最も美しい所作をする女。 でもあった。そんな、非人情なナミから、主人公は自分の顔を描いてほしいと頼まれる。しかし、彼は彼女には足りないところがあると描かなかった。ある日、彼は、ナミと一緒に、彼女のいとこで、再度満州の戦線へと徴収された、被災地の出発を見送りに駅まで行く。その時、ホームで偶然に、信のような要望をした、満州行きのための、お金をもらいに来た。 別れた夫と、ナミは発射する汽車の窓越しに瞬間見つめ合った。その時、ナミの顔に浮かんだ、哀れを横で、主人公は見て取り、感じて、それだ、それだ、それが出れば、がになりますよ、と、ナミさんの肩を叩きながら、小声に言う、という筋を背景に、創石の芸術論を、主人公の長い独白として織り混ぜながら、被災地や、信ぶの描写を通して、 戦死者が激増する現実、戦争のもたらすメリット、そのような戦争を生み出す西欧文化、それに対して、夏にはでなく山村のうぐいす、田舎の人々との対のない会話などを通して、東洋の芸術や文学について論じ漱石の感じる、西岡の波間の中の日本人が綴られている。また、漱石がこだわった、探偵や異病が脈絡なく、キーワードとして出る。 西洋の死になると人事が根本になるから、いわゆる死化の純粋なる者も、もこの境を下脱することを知らぬ。どこまでも同情だとか、愛だとか、正義だとか、自由だとか、浮世の観光場にある者だけでよう弁じている。いくら死的になっても、地面の上をはせけて歩いて、千の感情を忘れる暇がない。嬉しいことに、東洋の死化はそこを下脱したのがある。 超然と出世感的に、利害損得の汗を流し去った心持ちになれる。独座優、高村浦、断金また長賞、深林人淵、名月来賞照らし。ただ二十時のうちに優に別健康を混流している。奇践、記者、権利、義務、道徳、礼儀で疲れ果てた後に、すべてを忘却して、ぐっすり寝込むような苦毒である。と芸術を、 東洋の自然の中の人間と西洋の人の中の人間としてそれを対比している。ザ・スリー・コーナードワールドはアラン・ターニーが草枕の英訳につけた題名である。ターニーは序文で直訳するとザ・グラス・ピローになるがそれでは意味をなさないためこの作品のテーマと考えられる一部分を題名にしたといった意味のことを書いている。これは3にある してみると四角な世界から常識と名のつく、一角を真滅して、三角のうちに住むのを芸術家と呼んでもよかろうを踏まえたものである。二十世紀に睡眠が必要ならば、二十世紀に、この出世間的のシみは大切である。惜しいことに、今の詩を作る人も、詩を読む人もみんな、西洋人にかぶれているから、わざわざのんきな編集を浮かべてこの桃源に遡る、ものはないようだ。 世は元より詩人を職業にしておらんから、王位や延命の境界を今の世に布教して広げようという心がけも何もない。ただ自分にはこういう環境が演芸界よりも舞踏会よりも薬になるように思われる。ファウストよりもハムレットよりもありがたく考えられる。と批判している。関係者への所感から詳しい制作時期が判明している。 1906年7月26日に執筆開始。同年8月9日脱稿。我が輩は猫であるの脱稿から10日後に執筆を開始し完成したのはその2週間後であった。熊本で英語教師をしていた漱石は、1897年の大晦日に友人であった山川信次郎と共に熊本の商店を温泉に出かけ、その時の体験をもとに、 草枕を執筆した。作品の中で登場する峠の茶屋は、熊本市外から商店温泉に至る途中の道にあったと考えられており、この当時にあった鳥越の峠もしくは野での峠にあった茶屋がそのモデルであるとされる。現在の鳥越の峠には1989年に当時あった茶屋を復元したものが建てられており、園内に漱石の区比が建てられている。また、 当時の茶屋は現存していないが、野での峠の方にも茶屋跡の石踏みと漱石の区碑がある。1906年に新小説に発表され、1907年にうずらかごに収録された。後の1914年に春陽堂から単独の単行本が出版された。また、1917年に漱石全集の第二巻にも収録された。ありがとうございます。